こんばんは、速稼塾の久保です。今回ですね、メッセージいただきましてありがとうございました。ナミさんと言えばいいのかな、それとも舞姫さんと言えばいいんですかね。まあ、舞姫大学っていうのがね、しばらくありましたけども、私もたまに拝見させていただいて、ナミさん頑張ってるなというふうにね、見ておりました。そして今回ご連絡いただきまして、非常に嬉しかったのがですね、これ私のアドバイスなんてそんなとんでもないですよ。舞姫さんの実力でございます。それから凡事徹底が実を結んだものだと思いますんで、ひとえにですね、これは舞姫さんの行動力と、それから試行錯誤の結果だと思いますんで、私はちょっとしたきっかけにすぎませんのでね、たわごといただけでございます。でもまあ今回ね、タロットですとか占いというかね、恋愛とかこういうものに関して、まさにね、手元だけ、カードだけ、それからいろんなね、グッズだけをこういうふうに画面にお見せして、あれだけの再生数をね、すごいですね、叩き出してるっていうのは、なんか一度が1万回ぐらいに迫ったのとか、1000回2000回みたいなのも拝見したんですけども、あれ最近1ヶ月のことですよね。わ、すごいなと思いましたね。でチャンネル登録者数が300人とか400人の間で、あの再生数ってことは、やっぱりね、支持が高まってると思うんですよ。そして通常はすごくいい動画を見たらチャンネル登録するはずなんですけども、されてないっていうところが、もうこれがね、チャンネル登録者数のポテンシャルです。これからどんどんチャンネル登録も起きてくると思いますので、視聴数のね、多い動画ですとか、それからサムネイル、それからタイトル、あの辺を参考に、当たってるものを量産するみたいな形でいけばいいんじゃないかなと思うんですね。いやー、とにかくすごいですね。ナミさん、やっぱり力があるということなんですよ。で、今回ですね、メッセージの他にいただいたのは、私のね、大和くんのところで、お祝いをいただきまして本当にありがとうございます。令和元年11月11日、生まれてしまいました。で今ね、24時間大育児中でございます。毎日楽しいですね。やっぱりこの隠居生活の中で家族が増えるっていうのはね、なんか本当に感無量と言いますか、日々喜びとね、楽しみ、それから夫婦と言ったらちょっと照れくさいんですけども、私はまだね、なんかすごく恋人みたいな感じなんですけどもね本当に毎日奥さんにもこうときめくような感じで、止まらないわけなんですけども、ナミさんのところにもね、一緒に行かせていただいて、本当断るごとに新潟のお米、魚、お肉、お水、すごい美味しいということでね、思い出さない日がないですよね。そしてヘギそば、憧れのそば、あれも美味しかったなぁと。食事ばっかりじゃないんですけども、とにかく旅の先で思い出に残るのっていうのは、食べたもの、見たもの、会った人っていうことだと思いますけども、これ全てね、3拍子揃って、ナミさんのおかげかなと、舞姫さんのおかげかなと思っております。娘さんもね、なんか頑張ってらっしゃると言いますか、大和くんっていうね、彼氏と言いますか、旦那さんですか、なんかすごいですね、運命感じると言いますか。名前っていうのはね、もしかしたらその名前に引っ張られて人格を作ってしまうものなのかもしれませんね。なんといったってね、生涯で一番言う、聞く、この、キーワードっていうのは多分自分の名前だと思うんですよ。自分の名前を数限りなく呼ばれて意識ができるところもありますし、自分の名前をこうやって、ね、書類とかに書いていくと意識が高まるところもありますしね。やっぱりこう、言葉っていうのは、言霊って昔から言いますよね。言の葉って言いますけども、やっぱり自分の精神とかを作ってくれるのかなと思いますよね。そういう意味で言うとね、私の名前も割と名前通りの人格になってるなと、結構名前に追いついてきたかなというところもありますし、ナミさんなんていうのはね、もう美しくなるというね、本当になんか名前のその通りじゃないですか。ますます年を追うごとに、そしてですね、時代を追うごとに美しくなる、そのお姿と声、今回は声ですね、ボイス、それがね、多くの人の心を捉えて離さないんだと思います。これからもね、お互いに切磋琢磨しながら、この、なんですかね、インターネットの世界といいますか、どういう世界か分かりませんけども、2012年とか3年とかからね、吉谷さんと、私とね、その、ナミさんのこのね、三つどもえといいますか、三すくみといいますか、サンスクリットといいますか、ウパニシャット哲学といいますか、なんか、その、崩れてきましたけども、この、励まし合う関係っていうのはこれからも強くなると思います。本当にね、吉谷さんを込みでこの私たち3人がここまでやってきたじゃないですか。その間にどんな人もいなくなりましたね。なんかそう考えると生き残るだけでチャンスは増えるなと思う私でございます。いろいろとお話ししましたけども、この辺で今回の講釈は終わりにさせていただきますけども、改めてですね、動画の方、そして、レポートの方ありがとうございます。私のね、速稼塾のコンテンツも
ずっと見ていただいて聞いていただいて非常に感謝に耐えません。そして大和くんが生まれて、この私たちのね速稼塾というものの中にもついに最年少の塾生が生まれたと。強制入塾、大和くん0歳、すでにですね私のいじめを受けまくって社会のいじめなんか負けないようなね鍛えられ方をしております。まあいろいろと申し上げましたけども、今日はこの辺で、また次回のね講釈にしたいと思います。本当にありがとうございました。ではいってらっしゃい。